どうも、坂本です。年を重ねるごとに身長っていうのが縮んでいき、それで悩んでる人って結構多いんですね。まず身長が縮んでしまう理由ですけれども、これは原因が一つというわけではありません。世間一般よく言われるのが、まず老化することによって体内の水分が減っていくから身長が縮んでしまうっていうことですね。なぜ水分が失われることによって身長が縮んでしまうのかっていうことなんですが、これは背骨ですね。この背骨と背骨の間にあるこの椎間板っていうクッションなんですけれども、このクッションが年齢を重ねることによって水分が抜けていってぺしゃんこになっていってしまうんですね。そのせいで背骨がですね、こういうふうに狭まっていく。このせいで身長が縮んでしまうっていうのが、老化して水分がなくなっていくことによって身長が縮む一番の理由と言われています。イメージとしては、ずっと使ってた座布団とかクッションがですね、ぺしゃんこになってしまうようなイメージですね。そのぺしゃんこになった分、背が縮んでしまいますよっていうことを言っているわけなんですね。で、これだけが身長が縮んでしまう理由の中で唯一どうしようもない部分であるんですよ。老化して若い頃に比べて水分が失われてしまうっていうのは、生きている限り逃れられないです。とはいえ、じゃあ椎間板ヘルニアとかで、この椎間板っていうのがバーンって飛び出しちゃった人とかでも、そんな身長縮んでんのかって言われると、そうでもないんで、水分失われて椎間板が狭まったせいで縮む身長っていうのは知れてます。もっと他に身長を縮ませてしまう大きな原因があるので、ここはそんなに気にしないようにしましょう。で、次によく言われるのが、骨粗鬆症のせいで身長が縮んでしまうと言われることですね。正直これはどうかなって感じですね。骨が脆くなってしまって、例えば骨と骨がぶつかって骨が崩れてしまってその分縮まるとか、折れたせいで骨が短くなってその分身長が縮むとかならわかりますが、骨粗鬆症になっただけで身長が縮んでいくとか、骨粗鬆症になるせいで背骨が曲がってしまってそれで身長が縮んでしまうとかですね、こういったのって、なんで骨が脆くなったら背骨が勝手に曲がっていくのかとか、まずここが意味わかんないんですよね。仮に骨が削れてその分で身長が縮んでいたとしても、じゃあこの常に削れ続けている骨を削れないように強くするよりも、そもそもこの削れてる状態ですね、ここがなんでこんな狭まってゴリゴリ骨自体がぶつかって削れているのか、こっち解決してあげた方が合理的で効果的です。なんでこの骨粗鬆症っていうのは身長が縮む理由と全然関係ないと思ってください。次、もう一つよく言われるのが筋力不足ですね。筋肉が弱くなってしまうことで重力や自分の体重を支えられなくなってしまって、そのせいで身長が縮んでしまうっていうことなんですけれども、そもそも体を支えるのって筋肉じゃなくて骨なんですね。筋肉の役割っていうのは、体を動かすであったり、骨の位置をですね、そこにキープする。例えば骨盤であれば、こうまっすぐであるように筋肉がカバーしてそこをキープする。こういった役割があるんですね。で、このキープされた骨が体を支えるわけなんですよ。なので筋力が弱ったところでそれで身長が縮むっていうのはありません。逆に若い人とかでも栄養失調とか、最近ガリガリの子とかいますけれども、じゃあそこまで筋力不足になって身長縮んでるかっていうと、縮んでないですから。唯一あるとすれば関節的にですけれども、先ほど言ったようにこういった骨盤をまっすぐキープする役割を周りの筋肉が担っているんですけれども、この筋肉が弱ってしまうことによって、この骨盤とかをですね、その位置にキープできない、支えれなくなる、このせいで骨盤が歪んだりとか背骨が歪んだりして、そのせいで身長が縮んでしまうっていうこともなきにしもあらずなんですが、実はこの骨の位置をですね、歪ませてしまう一番の理由って、この筋肉が弱くなって骨を支えれなくなるせいだって思うかもしれないですけども、そうではなくて、ほとんどの場合っていうのは、ここの筋肉が硬くなっちゃって、こうぐーっと縮まるんですね。そのせいで骨もこう一緒に引っ張られてしまって、骨の位置がずれて体が歪んでしまうっていうのがもうほとんどなんですよ。ということからも、筋力不足で身長が縮むっていうこともまずないと思ってください。で、次に、姿勢が悪くなるせいで身長が縮んでしまうっていうことですね。これはもうそのままなんですけれども、体が曲がって伸びなくなってしまったら、当たり前ですけれど、その分まっすぐ立ててた時に比べて身長って縮んでしまうんですね。特に高齢になればなるほど、自分の体を何もケアしていなければ、そのままどんどん曲がり幅っていうのは大きくなっていきます。こういった人が年々身長が縮んでいってしまうんですね。で、水分不足とか筋力不足とか骨粗鬆症とか関係なくて、一番身長が縮んでしまう理由っていうのがこの姿勢なんですよ。で、先ほどお伝えしたように、この例えば骨盤がこうまっすぐだったとしたら、これがこう前や後ろにこう傾いてしまう、曲がってしまう原因っていうのが筋肉なんですね。筋肉がここがギュって硬くなってしまうことによって、この骨盤とか体中の骨をこう引っ張っていって、体っていうのは曲がっていってしまうんです。
ということは、これから先身長が縮まないためにも、今現在もう身長が縮んでいる人がもう一度身長を伸ばしていくためにも、大切なことっていうのは、この縮んでしまった筋肉っていうのをもう一度正常に戻してあげつつ、こういった歪んでしまった骨の位置をできるだけ元に戻してあげることなんですね。なので、今からその方法を実際にやっていきましょう。ではまずですね、基本的に体が曲がるであったり身長が縮むって言われる人っていうのは膝が曲がってこう前かがみになる、これが多いんですね。こういう風に逆になっていく人っていないんですよ。なのでこうしてしまう筋肉ですね、そこをしっかりもう一度緩めていって正常に戻さなければいけません。さっきも言ったようにこういう風に筋肉が縮んでこうやって下に縮んでいってしまうと、この骨っていうのをこう引っ張っていくんですよ。ってなると肩って下がっていくじゃないですか。こういうのと一緒で全体の筋肉がこう縮んでしまうと身長も一緒にこうやって縮んでいってしまうんですね。だからこの縮んでる部分をですね、もう一度まっすぐ伸ばしてあげるようにしないといけないっていうことです。じゃあ早速やっていきます。まずうつ伏せになってもらって、この状態で肘をついてですね、まずお腹をぐーっと伸ばしましょう。骨盤を地面の方向に押し付けて、その状態で頭をこうぐーっと上に上げてくる。で、呼吸を止めずに30秒やってください。できるだけお腹の筋肉に意識を持っていって、そこをぐーっと伸ばしましょう。30秒、1セットから余裕がある人は3セットまでやってください。で、次ですけれども、片方の足をこういう風に前に出してください。こういう感じですね。膝をつけて足を真横ですね。で、太ももあたりまでペタッとできるだけ体をつけて、ここから上半身を手でこう起こしていきましょう。この時目線をこうぐっと上に上げずにまっすぐのままです。これで手をこう近づけてきて、自分のできる範囲でいいので近づけてこれたら、ここでキープです。で、この状態で呼吸を止めずに30秒やりましょう。で、次はですね、かかとをつけてもらって、で、膝をね軽く曲げてください。だいたい拳1個分ぐらいでいいです。まあ、肩幅ぐらいに足を開いてもらって、この状態で手でですね、足の指先をこうつまんでください。つまめない人はここまでしかいけなかったらここまででも構わないし、いける人はもっとこうグッといってもらっても構わないです。ただ膝は伸ばさないようにある程度曲げておいてください。最低でも拳1個分ぐらいは開けておいてください。で、この状態で30秒キープしましょう。呼吸を止めずに。前でやるとこんな感じになりますね。こんな感じで30秒キープです。で、これも1セットから余裕があったら3セットやってください。で、両方一気にこうやるのがしんどい人は、こうやって片方ずつ30秒っていうやり方でやってもらっても構わないです。はい。で、次は骨盤の位置をですね、正しく矯正していきましょう。で、骨盤の位置なんですけれども、基本的に姿勢に関係してくるってなると、この骨盤の前傾であったり、こういうふうに後傾、このどちらかが多いです。骨盤がもともとまっすぐになっているのが斜め前に倒れる、斜め後ろに倒れるってなると、その分縮んでしまうっていうのは分かると思います。で、じゃあ自分が前傾か後傾かどちらなのかっていうことなんですけれども、これは寝転がってもらうとか、壁にピタッとかかと、お尻、背中、頭っていうのをつけてもらって、腰のところにですね、手を突っ込んでください。手のひら、だいたい1枚半ぐらいですね、だいたい手のひらが入るぐらいだったら正常です。これが拳がこう入ってしまうとかだと前傾だと思ってください。手のひらがですね、1枚も入らないって場合は骨盤が後傾しちゃってると思ってください。ではまず骨盤の前傾からですね、まずこういう風にですね、座ってもらって、で、この状態でですね、手をこういう風にポンと後ろに置いてください。ちょっとお尻を持ち上げて、ぐーっとおへその下あたりですね。おへその下あたりに力をぐーっと入れて、骨盤をこっちの下の方に押し込んでいきましょう。お尻は少し上げたまま、おへその下を意識して、息を吐きながら、ぐーっとここを下に押し下げていくイメージです。この状態で10秒キープ。これを3セットやってください。で、次は骨盤が後傾している場合の人ですね。これもさっきと同じようにグッとお尻を上げてもらって、今度は息を吐きながら、さらにこのお尻をそこからグーッと上に上げていくイメージで、ちょっと腰を反るようなイメージですね。そのような感じで、ぐーっとお尻を上に突き上げていきましょう。これで10秒キープして1セット。これを3セットやってください。で、次は背骨ですね。こういう風にですね、タオルなんかを丸めてもらって、だいたいこの首の下からですね、背骨、このあたりですね、このタオルを乗せてください。こういう感じで寝転がってもらって、で、この状態でまっすぐこういう風に手を伸ばしてほしいんですね。手のひらをこっち向きにこう、ねじれるとこまでねじってほしいんですね。両方ともこういう感じですね。こういう感じでねじってほしいんですよ。で、この状態で肩の高さの位置で、そのまんま肘をまっすぐ下ろしてきてください。この時に肘を下ろしてきながら手のひらがこう戻っていかないようにしてください。できるだけ手のひらはねじれるとこまでねじって肩の高さで腕を下に下ろしていく。これで10秒キープです。10秒キープしたら戻す。
これを3セットやってください。はい、今回お伝えしたことをしっかりやってもらえれば身長を縮めてしまうような筋肉をしっかり緩めることができて、なおかつそのせいで歪んでしまった骨っていうのを元の位置に戻すことができるので、その分縮んでしまった身長っていうのがもう一度戻って身長が伸びていきます。ぜひこの動画を参考にしてこれからの健康な体作りに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。